ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は21日、アフリカで撮影したとみられる新たな動画を公開しました。プリゴジン氏は、ワグネルはすべての大陸でロシアをさらに偉大にし、アフリカをより自由にしていると主張し、人材の募集を呼びかけました。停止していたワグネル戦闘員の募集を正式に再開した可能性があります。プリゴジン氏がカメラに向かってメッセージを発するのは、6月の武装反乱以降、初めてとみられます。